第17号。神はそなたに示したまう。そなたに知らせて、教えたまう。そなたの後の御役を伝え、今日ある意味を悟らせん。そなたのこの世に残されし、生をば生きて、全うせよ。後の世のため、人のため、次に生まれん子孫のために、神の教えを素直に守り、人にも伝えて、残してゆけよ。残り少なき人生なり、限られ短き生涯なり、なれどこの世に生まれし意味を、よく噛み締めて、意味を悟らば、命は無限の光に満ちて、人知を超えしことをもなさん。神の慈愛を一身に受け、力を賜り、さらに高めん。神の賜る光を浴びて、自ら清まり、高まれよ。人への救いも、可能となるらん。心も癒して、慰めとならん。心を潤し、心を満たし、安らぎ与えて、憩いとならん。すべての人の上し心は、神を求めて、さまよえり。光を求めて、さすらえり。神を求める心の旅に、終止符を打ち、いざなえよ。今日までの長き旅路に、最後に灯せる、救いの灯火。最後に奏でる、慈愛の調べ。優しく包み、抱きゆかん。しかと受け止め、守りゆかん。手をば離さず、導きゆかん。神も離さず、引き上げん。天上界の神の世界は、すべてを持ちて、喜び迎えん。愛しき子らの生還待ちて、神も長きを忍びて腰を、自ら教え導きし、神それぞれの導き子、間違い、迷いて、時間はかかれど、無事に戻りて、めでたく再会、神の祝いを受け取れよ。神の恵みを賜れよ。再び苦労に出会えても、必ず自ら立ち直れ、神を失い、見捨てるなかれ、神を罵り、侮るなかれ、人それぞれに与えられし、神との縁を離れなば、これより後は、結ばれず、自ら努力し、求めども、人の力にかなわざる、神のみ可能な縁結び、さらに神の力は強まり、ますます人の意向は叶わず、神の仕組みは強まりゆかん、人も素直に、己を任せ、神のご意図に委ね預けよ、人間心の正義や成功。それらはくだらぬ低き次元の、古き前世の遺物に過ぎず、新しき世へ移りゆく、過渡期の混乱、そも今しばらく、しばしまたれよ、耐えて忍べよ、今にも終わりは訪れん、次なる世代の人類地球は、出番を待ちて控えおるなり、次のこの世に降り立ちて、新しき世を、神の世を、この世に表し、実現せん、準備の整い、気の熟しなば、新しき世は一瞬に、この世に現れ、入れ替わらん。一瞬なれば、苦しみなく、痛みもなくて、混乱もなし、整然として秩序は保たれ、人は冷静沈着に、己の魂、次元に分かれ、それぞれの世界に帰りつくなり、この世の住み分け、縦分けは、格も順調、滞りなく、神の定めし経輪通りに、進み運びて、終わりなん、なれば、今しばらくの準備の時を、神を手伝い、耐え抜けよ、苦難もあらん、辛苦もあらん、悲しみ、悩み、不遇の時も、すべては神の願う方へと、向かう途上の避け犬過程、すべてが終わりて、振り返りなば、そこには神の光あふるる、最も尊き恵みと知らん、神はさらに求め祈らん。子らの生還、救済と、縁ある人の増えゆくを、一人が救われ、導かれなば、必ず裏には何千の、御霊も救われ、導かれなん、一人というは見かけのみ。物質次元の救われしかず、なれどそこから救われゆくは、あらゆる次元に惑い苦しむ、無数の親類、縁者の魂、一人を救えよ。導けよ、諦め投げ出すことなかれ、見捨て、放棄し、離るるは、神への裏切り、冒涜と知れ、神も最後の最後まで、一人を救い、導かんと、努力を惜しまず、機会を捉え、最善限りを尽くすなれ、人も習いて、従えよ。神の努力に近づけよ、己の力を限定し、教会作らば、そこにて終わり。無限に祈らば、不可能はなし、有限世界にとどまるは、物質次元の、人の浅知恵、神の英知は愚かなまでに、無限を信じて、叶わざるなし、神の恵みは無尽なり、神の力は無限なり、神の力を賜らば、人も不可能、限界はなし。神に頼りて預けなば、人は己の限界を超え、人知に計れぬことをもなさん、すべての恵みは神のため、神のおかげと感謝せば、
人は神の力を授かり、神の望まる奇跡をなさん。神から人へ授けし恵みを、神に返せよ。報いれよ。神のご恩に報いるためには、神の手伝い、それあるのみ、神の恵みを倍にして、神に返すが至高の幸い。何にも勝る神の祝福、神と共に歩める幸を、人は真摯に喜ぶべけれ、不満も不平も、神への冒涜。傲慢不尊の極みなり、神への謙虚な感謝の思いは、いかなる時にも不平を漏らさず、ただ永遠と生を営む、神への思いは必ず通じ、神の心にかないなば、いかなる願いも実現せん、信じ、迷わぬ者のみが、手にせる神の栄光なり、神の祝福、慈愛を授けん。素直に愚かにまっすぐに、己の道を歩む者、脇目も振らず、振り返りもせず、ただひたすらに足元のみを、踏み外すなく進む者、神の恵みは純粋な、偽りのない真っ白な、虚構も見栄も虚勢もない、裸の無くなる御霊に与えん。神の恵みを賜りたくば、心の汚れを取り去れよ。無駄なる迷いを取り除けよ。すべてを委ね、預けるためには、この世の迷いは妨げならん。この世の未練は、足かせならん。すべてを外し、自由となりて、神の意のまま、思いのままに、自由にかける魂となれ。さにて本日、久々の伝えゆえ、長くなりなん、これにて終わらん。これから後もたびたびは、神に迎えて、教えを請えよ。そなた一人の考えも、時には独善、偽善とならん。時には神に向き合えて、己を謙虚に見直すべし。さにて終わる。